どうも KTYM 片山由紀です。始まりましたレディオザ KTYM、今回もゆるく話していこうと思います。お相手はこの方です。はい、KTYM マネージャーマーベリックキッチン国広です。どうしたんですか。いや、ちょっと言い方変えてるよ。一応キャラじゃないですか。そう、何本か撮ってるんでこれ、はい、ちょっと飽きてきたので変化を考えてみました。はい、はいはい、なんかあります。今回はあれですよね、うん、割とフリーテーマというか、うん、特に別に内容決めてない。8月中旬に上がる回ですよね、うん、8月中旬、お盆ですか。お盆もう終わったぐらいですか。お盆かな、うん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 、お盆でもさ、はい、別府とかってさ、はい、なんかあのほら結構田舎とかってさ、はい、そのなんかそのこうあなんかこう田舎にしかないさ、なんかちょっとこう風習というかさ、そこまであの田舎じゃない。別府もいや、なんだろう、風習。別府の変わった風習ありましたっけ。別にないか。いや、特にないような気がするんですよね。なんかあります。いや、じゃあ俺の、はい、ばあちゃん、はい、もう死んじゃってるけど、はい、その母方の、はい、実家が、はい、五島列島ってある？おお、はいはい、長崎県の、はいはいはい、五島列島なんだよ。めっちゃ行ってみたかったっす。ほんで五島列島、それこそばあちゃん死んだ時とか、うん、お盆とか帰んじゃん、うんうんうん、ほんでこう墓参りとか行くと、うん、その高校生とかが、はい、なんかこう、なんていうのかな、なんかこう、そういう格好というか、そういう格好そういう格好って言ってもわからないんだというなんかお祭りじゃないけど、はい、ハッピーじゃないねんけど、あれなんていうかな、俺もうまく言わないけど、なんかこう、着物みたいなのを着て、ほうほうほう、太鼓持って、はい、その、初盆の方の、うんうんうん、お墓に10人ぐらいだけど、その高校生ぐらいその格好したが来て、太鼓とか持ってんだけど、それでなんか太鼓叩いて、なんかこう踊ってみたいなことをやるのよ。そういうお祭り、お祭りっていうか、だからそういう風習、風習、お盆の。へえ、だからそういうのがあるからさ、はいはいはい、だから別府もさ、やっぱりこう田舎やだから違う、あんのかなって思ったけど、まあそこまで田舎じゃなかった。もう温泉祭りとかありますけどね。それ温泉祭りは何をするんですか。普通のお祭りなんですけど、うん、みんなでみこし担いだりとか。あ、じゃあ別にその温泉祭りやからって、なんか温泉をなんかするとか、そういうの。でも温泉を掛け合ってたような記憶があります、小さな頃。あ、みんな桶とかに温泉入れて、うん、わーみたいな巻いたりとかしてたような気がします。あ、そういうのをやるお祭り温泉見てるわーって言ってる。そうですね、まあ、温泉祭りっていうのはありますね。あ、はい、お祭りとかって、まあ、今はね、まあ、ちょっとこう、うん、もうこうコロナなんで、うん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 、なかなかこうお祭り、まあ、ちょっと今年になってからだいぶやってるとこも増えてきてるみたいやけど、うんうん、まあ、やっぱでもまだまだそのコロナ禍なんで、うん、ちょっと延期しますとか中止ですとかっていうところも多いけど、うんうんうん、お祭りとかってなんか東京来てからとかって行ったりとか。いや、東京来ては行ってないですね。ないよな。東京いろいろやってますよね。ちっちゃいお祭りも近所でやってたりとか、すごい数多いですよね、お祭りも。あ、そうね、その地元の時は、うん、大きなお祭りが1個とか、うん、はいはい、そうね、うん、その夏に2回とか、うん、花火大会みたいな感じだったんですけど、うん、こっちはいっぱいやってるなっていうのがありましたね、うん、だって俺これ前言ったことあるっけな、前姫路はね、はい、その僕 の, あの実家、はい、兵庫県 の,、うん、姫路市、うん、姫路は、お城祭りっていうのがあるの、はい、8月に、はい、それは、まあ、姫路城があるから、うん、それ の,、まあ、お城祭りっていうのがあって、はい、でもね、俺の記憶が定かではないんやけど、うん、その時期やったか、もしかしてちょっと後やったか、うん、姫路城、築城なんか何百周年みたいなのが、うん、あったのよ、はいはい、
それが多分90年代だったと思うんだけど、90年代頭ぐらいかな、その時俺も大学とかでもう姫路出て、当時はまあもうあの大阪住んでたんだけど、姫路城の前にあの広場があって、そこでライブをやると。おお、それはさ、来たのがさ、ジェームス・ブラウンとさ、ボーイ・ジョージとさ、今の清志郎なのよ。やばない？豪華すぎやしません？姫路、いや、今でこそ、まあ、なんかいろいろな、でも、ガイタレはそんな来てないと思うんやけど、今も、でも今でさえ、今でこそ、姫路にも結構ライブしに来てくれるアーティストの人が増えてきたけど、当時姫路なんて、ライブ来てくれる人なんてそんなおらんかったからさ、そんな中で、いきなりやで、ジェームス・ブラウンとボーイ・ジョージと今の清志郎見に行ったんですか？見に行ってない。行ってない。いやもう多分ね、速乾したと思う。ああ、それはそのメンツだったら速乾しますよね。やばいやろ。へえ、別府でさ、なんかこんなめっちゃ有名な人来ましたっていうのなんかない？別府の夢タウンっていうみんな行くデパートがあるんですけど、そこの屋上の駐車場で泉谷茂がライブしましたね。来そう。泉谷さん来そう。しかも割と最近10年以内。いやいや、全然来そう、全然来そうですよ。俺見に行きましたもん。あ、もう泉谷茂その時から好きだったんで、はいはい、やったと思って。しかも地元の夢タウンの屋上に来る。多分だから多分やけど、多分アナーキーの新一さんも多分それ言ってんじゃないかな。あ、一緒だったかもしれないです。だから新一さんはもう何十年もずっと泉谷さん、バックやってるから、多分新一さんも言ってんじゃない。いやー、あれは不思議でした。もう夢だったのかなって今でも思うんですけど。いや、泉谷さんは結構ね、こう、フットワークの彼からさ、夢タウンの屋上で聞く春夏秋冬、染みましたね。それ何歳ぐらい？いやー、何歳ぐらいだろう、20歳前後ぐらいだったと思うんですけどね。あ、じゃあもう全然あれか。そうですね、もう東京と行ったり来たりしてる頃でしたね。ああ、よかったな。まあまあ、でもね、そういう、まあ、お盆、はい、こう過ごされてる今ね、まあこう、はい、実家帰ったりとか、はい、そこで聞いてらっしゃる方もいるかもしれないですけど、もうだからあれやもんな、その片山君とかもう別府帰るのはもうツアーの時とか、そうですね、別府はなかなかやっぱ遠いですからね。まあな、丸一日かかっちゃうんで飛行機で帰っても1日ぐらいかかるやっぱり。1日ぐらいかかりますね、なんだかんだ。東京からと羽田から大分まで行くの？大分まで行って、大分空港から別府っても距離があるんで。あ、そうなんや。はい、電車で行くんですか？それはバスですね。あ、バスなの？バスが出てるんですけど、まあやっぱ1日ぐらいは見といた方がいいなっていう。ああ、はい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 。でまあそういうお盆がありまして、はい、でまあお盆が明けると、はい、KTYM 的には、はい、自分たちの、イベントである、はい、アシュラボリューム2という、はい、でまあまあこの話は、まあ、その、アシュラボリューム2については、またその、近々でもまた話そうと思うんですけど、はい、今回ね、まあ、ちょっと新しいというか、ちょっと新たなちょっとこう、はい、試みをやるというところで、はい、KTYM エージェントミッションっていうのを、エージェントミッションっていうのをやるんですね。やるんですけど、これはどういうあれですか？KTYM がこの前リリースしたセカンドミニアルバム、No On My Own の CD をこの会場に持ってくると、その一緒に来た人、同行者の入場が無料になるという、こういった、ミッションです、ね。はい、これはまあなんでそもそもこういうことをやろうかと思ったっていうね。まあ、そのやっぱり今ライブに来るっていうことが前に比べてハードル高くなってると思うんですよ。なかなか好きなアーティストでもライブまでは行かないっていうのを肌で、実際やっていて感じるんですよね。なので一人でも多くライブハウスに来てほしい。で一人で来る人ってもちろん全然いいし最高なんですけど、まあ二人友達連れてきてくれたりとか、ちょっと気になってるよっていう友達も気軽に誘ってもらって、来るきっかけになればいいかなと思って、はい、これをやりました。そうね、なんか何て言うんでしょうか、まあとりあえず
ライブ見てもらいたいっていう気持ちがまずね、はい、我々的にはあって、はい、どうしたらこう一人でも多くの人にこの KTYM のライブをこう見てもらえるのかなっていうところで、うん、まあまあこういうことをやろうっていうのにはなったんですけど、うんはい、で一応まあこれ間違う人はいないと思うんですけど、はい、その CD を持ってきた人は申し訳ないんですけど、チケットがいると、うん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 、でその人が連れてきた人、うんはい、この人は入場料はいらない、はい、というと、うん、2人で CD 持ってたらどうなんですか。もうそのままですよ。同行者俺のわけやろ。いや2人組で2人とも CD 持ってたら、うん、チケットいるよ。入れてください。そうそう、これは勘違いしない。そうですよね、2人とも CD 持ってて、はい、持ってきました、はい、いや厳密に言うと、はい、持ってきててもこの人同行者ですって言われれば、はい、なんですけど、まあ、抜け道はあるんですけど、俺らの、まあ、しない、そういうことはしないと思うんですよ。お前はな、はい、そんなことをよう言うなと思う。KTYM にも来てくれてるお客さんで、俺そんな人なんて俺は言って思ってたから、その発想がなかった。すぐそういうことばっかり考えちゃうんで。そうそう、だから別に、うん、それは可能ですよ。まあ、言うたら、はい、そんなね、うん、いや、いないですよ、うんはい、そんな友達を連れてきてくれると信じてます、うん、僕たちは。もちろん、はい、でそのね、その我々はその、まあ、ちゅうかまあ僕とかもまあ思うんですけど、はい、まあ、今 KTYM がまあ去年から始まって、はい、まあ、まだまだやっぱりこう広めたい、うん、広げたいっていうところで、うんはい、まあ、本当にもう少ないスタッフでやってて、うん、でまあ、やっぱ限界がやっぱどうしてもあると、はい、ですごく勝手な、うん、あれなんですけど、俺はまあ来てる人たち、はい、KTYM の、 ライブに本当に、来てくれてる方々はもうチームだと思ってるんで、はい、だからこの方々もチームですと、うん、だからそのなんやったら KTYM の、 営業マンなんですよ、うんうんうん、俺から言わすと、はい、すごい申し訳ないんですけど。でもそれはだから別に特に何かね、その美術になんかめちゃめちゃ大変なことをこうお願いするつもりはそれはもう当然ないんですけど、はい、だから本当にそのツイートしてくれたりとかしてくれるのもほんまにめちゃめちゃ嬉しいし、うん、ね、なんかそれこそまあ CD 買ってくれたりサブスクで聴いてくれたりライブ来てくれて嬉しいんですけど、なんかそこでもう一個なんか皆さんの力をお借りして少しでも KTYM が広がればなっていうところで、うん、まあだからまあ皆さんはその KTYM の、 エージェントですよっていう、はい、とこですよね。で KTYM エージェントミッションっていう、いうところで、はい、そうですね、うん、そうなので、そうでもだからって、はい、そのそう片山君が言ったけども、はい、別に一人で来たからって、うんうん、全然いいんですよ、うん、でそれはないんで、はい、来てくれるのも、うん、だけでもありがたい、そうそう、うん、ただまあ、はい、今回ね、まあ、ちょっと、うん、こういうことをやるんで、うん、なんでもしよかったら、うん、っていうところで、うん、そうですね、まあ、こういう試みはいろいろやっていきたいですよね、うん、そうね、思いついたらやれるんで、うんうんうん、バン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 やっていきたいなと思ってるんですけどね、うん、面白そうなことっていうのを、うん、今のうちにいろいろやってっていうのがありますね、うん、そうね、はい、うん、いろいろまあ試しながら、うん、まあ、やっていこうかなとは思ってるんで、はい、まあ、まあぜひね、これ KTYM エージェントミッションをちょっと使ってもらって、うん、はい、うん、友達とか、うん、会社の同僚とか、うん、おじいちゃんおばあちゃん、はい、ね、もう誰でも誰でもって言うと、いやでも別に誰でもいいんだから、そう誰でもいいんで、はい、はい、もう連れてきてもらえれば、あ、ちなみに動物は無理ですね。まあ動物はそうですね、うん、ライブハウス動物見たことない。でも七尾タビトっていうじゃん、はい、七尾タビトは犬大好きなんだよ、はい、で自分のライブで、はい、犬同伴ライブをやってる。あ、それも面白い。そうだからその愛犬家の方たちが犬連れてライブを見るって、面白そう。動物何が好きか。僕やっぱ犬ですね。
やんな。はい、小さい時から犬飼ってます。そうですね、国尾さんも飼ってましたもんね、犬。そう。なんで、まあ、犬ライブはいいかもしれない。いつかやりたいです。ほんまかい。なんかでも、ずっと前に、ウソつきバービーが、前身となるバンドで、犬かなんかにベース弾かせてたみたいな。ちょっと俺聞いたことあるんですね、噂で弾かしてたじゃなくて、いや、弾かれへんやん。犬にベース弾かせてたっていうのが噂で聞いたことあるん見たわけじゃないんで分かんないですけど、まあ、でもね、なんか面白いライブね、はい、まあ普通のライブじゃなくてちょっと変わったことを、まあ、やりたいなと思うし、まあまあその今回のまあアシュラボリューム2っていうのはこれはまあ対バンあのイベントなんで、はい、まあまあそこら辺の話はまたちょっと来週、はい、アシュラ会はですね、はい、またちょっと詳しく話したいと思ってます、はい、まあそんな感じですか今回は。そうですね、犬やったら何がいいとかあるの？シーズンです。早かったな今。シーズンってあのちっこいやつやろな、あのおじいちゃんおばあちゃんが飼ってるような。はいはいはい、わかりました。ちょっと顔のあの丸い、はい、おとなしいんですよシーズン。すごい早かったな今シーズン。シーズン大好き。なんかスターウォーズのイボーズみたいな顔してる。ああそうね、あそうね、そうね、そうね。ちょっと間抜けでいいですか。というわけで今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ゲーティーは M 片見るきでした。